サンミゲルデアジェンデっていう名前聞いたことなかったですけど、世界の旅人が選ぶナンバーワンの街です。知らなかったですけどね、私。まあここもあの街が世界遺産ということで、プエブロマジコ、魔法にかかるような村に指定されている特別な街です。なんか早速気になるものが、サボテンの実を食べてみましょうかね。もう日中はやっぱり25度超えてもかなり日差しが強いんで暑いですけど、朝晩は結構冷えますね。フリースを着なければいけないような11月の気候です。早速食べてみましょう。食べてみましょうか。かなりみずみずしい。冷やしてある、なんか冷やしてる雰囲気ないですけど、めちゃくちゃ冷えてますね。ただね、種がすごい。種が噛み砕けるレベルの硬さじゃないんです。めちゃくちゃ硬い。青い実の方も行ってみましょうか。あ、おいしい。もう完全にフルーツですよ。
なんとですね、私トイレめちゃくちゃ行きたくて、まあメキシコだと街角に結構トイレとかあるんですけど、まあ有料で、でたまたまなくてですね、歩いてた場所に、でもやばいなと、それでもうめっちゃダッシュしてたら、たまたま、ほんとたまたまですよ、まあ、パブリックライブラリー、一般のここの地元の方が使うような公共の図書館がありまして、でそこを無料で、思わぬ形で無料で綺麗なトイレあって、で使わせていただいて、でここなんですけど、まあ、結構たまたま入った飛び込んだとこですけど、かなり穴場なんじゃないかなと思うんですよね。実際パブリックスペース、パブリックライブラリーのエリアはもう地元の、中学生みたいな子とか子供連れとかが絵本読んだりとか勉強したりとかしてて、その横にカフェがあってですね、中庭もあって、まあ、パティオっていうんですか、まあ、すごく雰囲気が良くて Wi-Fi もしっかりつながって、まあ、1杯、まあ、200円弱ぐらいですけど、まあ、ここでの時間はいいですね。まあ私も一難去ってほっとしたところ、美味しいコーヒーで一息つけるということで、多分地元の子とかもちょっとおやつとか持ってきて、パブリックスペースで自習しながら食べたりとか、まあ、そこは本も多分借りるんでしょうけど、まあ、本を売ってたりとかもしていて、はい、ちょっとね、紹介もしたいと思います。いや本当ね、いいところ、たまたま来たわ、本当当たり。とにかくサンミゲルデアジェンデはよく英語が聞こえますね。とにかくアメリカ人が多い、本当リタイアした後のアメリカ人が結構いるなっていう感じで、まあご夫婦でちょっと旅行してるのか、もうこっちにもう長期で滞在してるのか、まあ、そんな雰囲気もありますね。あとはもうこっちでお店を持ってたりとか、まあ、アメリカ人が流れてきてるということもあって、ちょっと他の街とは違う、お気に入りの街なんでしょうね、アメリカ人にとってもここは。